ソロモン・アッシュ・ソロモン・エリオット・アッシュは、ポーランド出身で、アメリカ合衆国で活動した、心理学者。ゲシュタルト心理学者で、実験社会心理学の開拓者の一人で、ユダヤ系出身。ワルシャワに生まれたが、1920年に、ポーランドからアメリカ合衆国へ亡命。1928年ニューヨーク市立、大学シティカレッジ卒業。コロンビア大学から、 1930年修士号を取得、1932年博士号を取得。彼は19年以上にわたり、ペンシルベニア州のスワースモア大学で心理学の教授を務めた。その後、同州のハーバー・フォードに手障害を閉じた。アッシュは数多くの心理学者と共に仕事をしたが、その中にゲシュタルト心理学のボルフガング・ケーラーもいる。当時、彼は マックス・ベルトハイマーや、ボルフガング・ケーラーの影響を受け、他者の印象がどのように形成されるかの研究に向かい、人間の社会的行動を研究した。彼による有名な研究の一つは、1955年に発表された同調に関する研究である。彼は2枚の線分カードを用いた。1枚には1本の専分が描かれており、 もう9枚には3本の長さの異なる線分が描かれている。被験者は7人の桜がいるグループに組み込まれ、比較線分の内線分と同じ長さの線分はどれかと聞かれる。7人の桜は全員同じ答えを返したが、その答えは明らかに間違っている。最後に被験者が回答するが、その回答が桜に同調したものになるか、一人だけ正しい答えを返すかが調べられた。 驚いたことに、被験者の75%が少なくとも一度は、桜の答えに同調した。このことから、集団圧力は他人を同調させることにはかなり、効き目があることが分かった。後に、いろいろ議論の多くある、心理学者、スタンデー・ミルグラムの仕事にも影響を及ぼし、ハーバード大学で、ミルグラムの博士論文の指導者にもなっている。ありがとうございます。